どうも、家庭電力2.0始めたいと思います。今日はですね、太陽光の遠隔監視ビジネスとはというところでお話しさせていただきたいと思います。まあ、遠隔監視ビジネスといったときに、電力ビジネスの中でどのように位置づけられるかということについて少しお話しできればと思います。まずはですね、何でも物は商品の場合は作って、まあ、それを運んで売っていくという流れがあると思うんですけれども、まあ、電力ビジネスでもそれで発電をして電力機を作って、まあ、送配電によって運んで、小売事業者が売っていくというような構造になっています。まあ、その中で遠隔監視ビジネスが、担う役割というのはですね、実はこの発電事業をサポートするというところの役割になります。じゃあ一体なんでここの発電ビジネスのところで遠隔監視というのが必要になったかというと、実は結構フィット制度というのが大きい関わりがあるかなと個人的には思っています。例えば発電量収入を考えたときにいくらで売れるかという売電単価に対して発電量の掛け算で発電収入の総収入が決まってくると思うんですけれども、実はフィット制度によってですね、売電単価というのが、まあ、ある意味高値で固定されているということで、実際にフォーカスされるのがいかに発電量を増やせるかというところがキーファクターになってきたんですね。で、発電量を増やすためにはどうするかというと、まあ、発電効率に発電時間というところがある意味面積みたいな発電量の総量になってくると思うんですけど、まあ、発電効率はもう建設した時点である程度なかなか変えられないところがあるので、いかに発電時間を長くするかというところが一番のキーポイントになります。まあ、発電時間を長くするということは実際に燃料を燃やして発電するものではないので、壊れたらすぐに直して発電時間を最大化できるということは、壊れたこと、例えば調子が悪いことがいかに早く発見できるかというところがキーポイントになってくるので、この時に遠隔監視サービスというのが必要になってくると。しかも太陽光発電はすぐ近くにあるわけではないので、離れたところにあるので遠隔監視サービスというののニーズが増えてきたというところが大きく思われます。で、今後ですね、フィットの精度がなくなっていくことが想定されるので、まあ、売電単価というのも変動してさらに安くなっていくということで、今後は他の方法を考えていかないといけないなというところがになります。以上です。